公開情報を当たっていくだけでいろんなことが分かる確認ができるといった方が正しいですかね世の中の真実とは何か、ね、真実は1つとか言ってもねいや本,当にそ本,当本当の真実ですかっていうところはなくはないですなくはないただそんな中精神科医でタレントの加山里香先生のツイートです 刑務所から出所後に、えー、堀江氏は、知人の結婚式で安倍元首相と、えー、05年の選挙以来久々に再会したという、俺を見た瞬間に、あっと言って、だから言っただろう、笑い。あそこで当選しなかったら捕まったんだよって言われた、笑い。逮捕の死物か、死没か、ひどい。逮捕の死物か、ひどい。だって。えっ、ー、と、これトースポさんだったかなトスポさんたちかな元の記事にたどります。元の記事をたどります。とこちら。トースポウェーブさんですね。堀江隆文氏、えー 安倍元首相との火は明かす。人間見なかったら首相になれねえよということで、こちらの記事、まあまあ、加山理香先生が引用したのと大体同じですかね。えー、まあ、そのままコッペですか。で、こちら、加山理香先生は、このように、逮捕の私物化ひどいということでございます。これ、どう考えても、普通に考えれば、結婚式でね、知り合いの結婚式で、まあ、偶然あった。 堀江ンさん、堀江貴文さんに会って、であの時当選していなかったからって言ったら。普通に考えたら。はぐらい。はい。はい。はい。いいあ,あ、失礼しました。失礼しました。なんだか、なんかフラッシュバックが。なんか、何か、何かに、私今っ、の、の、乗っ取られました。ツボですか。ツボですか。なに、何かに、今乗っ取られました。はぐらい。は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 い。殿下のお笑いでですね、何かを追ったってちゃん。 何かに私今乗っ取られました、まあ、つまりこの逮捕の私物化というのは分かんないですよただいわゆるこの加山里香先生らがいる界隈からすると安倍元首相というのは安倍元首相に近いとされたジャーナリストの山口紀之さんの逮捕を、まあ、握りつぶした的な、まあ、そういうデマ口から出かせが流れております口から出かせ これ、何度も指摘してますが、もしそれを指すんであれば、山口の之さんの逮捕が見送られたというのは、逮捕直前まで行った、まあ、というか、身柄拘束まで、直前まで行ったのに、これが見送られたという話、中村いたるさんですか、えー、そこによって、えー、現場に指示が飛んだとか、ということが言われてるんですけど、これ、確か週刊新潮の記事でして、その週刊新潮の元記事によりますと、TBS の人間、山口の之さん、TBS のディレクターさん、記者さんでしたから、で、この、 ベィアの人間を、の身柄を拘束するのは、ちょっと注意をしろと。そこで見送られたというのが元記事でした。ただこれ、身長もずっこいのが、だん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 とその元のところを語らなくなっちゃった。語らないことによって、安倍の指示によって逮捕が見送られた。まあ、このような口から出かせが、ルフされております。こちらのタレントさんで精神科医の加山理香先生がおっしゃるような、逮捕の私物化、ひどい。 いや、そんな事実は今のところファクトは確認されておりません。だからこれに対してですね、私はジョークだろうと、まあ、冗談だろうというツイートをしたところ、えー、このような形で反論というかされました。まあ直接じゃないんですけどね。堀江貴文氏に、あそこで当選しなかったら捕まったんだ、当選しなかったから捕まったんだよと言ったという安倍晋三氏。 ひどいと言ったら、ジョークなのにという声がたくさん、東京五輪のキーマンに絶対に捕まらないようにしますと伝えたとも言われる中、とても冗談には思えませんが、点点点という形で、こちら、私のスナップショット、スナップショットですね、わざわざ撮って、えー、このように、晒しているんでしょうかね。晒しているつもりになっているんでしょうか。ちなみにこの、東京五輪のキーマンに絶対に捕まらないようにしますと伝えたというのは、これは文春オンラインの方に載っておりまして、で これ、そもそも記事自体が口から出まかせのような記事でした。電通の役員の高橋容疑者ですか、が逮捕されてますけれど、オリンピックに関わった時、安倍元総理ではなく、そもそも東京オリンピックの発案者、行けやれって言ったのは、石原慎太郎都知事閣下でございました。時の石原慎太郎さん。なので、安倍首相がどうこうとかではなかった。でしかもその時、安倍首相でもなかった。 などなど、もろもろおかしい中で、で、しかもその安倍元総理が絶対逮捕しないからと言った、逮捕させないからと言ったという案件のその記事を書いたライター、他に書いてるのは何かというと、日大のあの前理事長の話だとか、あとは明菜ちゃん、中森明菜さんが、昔の話ですけど、昔のスキャンダル、そういうのを書いてた記者さん、そういうのを書いてた記者さんが、なぜか、なぜか安倍元総理、そして電通のことについて、 食い込んだ記事を書いている。どう考えてもそれ、ファクトってどこにあるんですかエビデンスってどこにあるんですかというような記事。聞きかじりのような記事なんですよ。まあ、それはともかくとして、じゃあここは、えー、自分の方でファクトチェックするしかないかなということで調べてみました。えー、当該の番組は、青汁王子の切り抜きテレビ。ね。青汁王子こと三崎さんの YouTube 番組。ということでこれを調べてみたらありました。見つけました。それがこちら。ドーン。 あそこで当選しなかったから捕まったんだよと。えー、茂木健一郎さんを招いた番組に、えー、この青汁王子こと美咲さんの番組で、多分この全国関係から行くとその前に、えー、秒速で、秒速で多くを稼ぐ男こと、与沢翼さんですか。をゲストに招いた番組に、堀江さんもなんだかゲストに出ていて、でそこでの話の流れから茂木さんのところに行ったかと思われます。この時、堀江さん、結構メートルが上がっておりました。 平たく言うと酔っ払っていた感じです。えー、何がしかのやりとりがあったことは間違いないです。間違いないかと思われます。事実,事実関係的にどうなのか。まあ、こればかりは本当のところはわかんないんですけれど、辻褄が合わないところが結構あるんですね。辻褄が。いや、もちろん、ジョークとして見ればそういうこともあるだろうと、えー、いうことはわかりますジ。ジョークならばね。ただこれ、真面目に言ってるんであると、本当に辻褄が合わないのが、その前の番組。 を見てみますと堀江さんは「優、え、勢、ー、民営化を成功させないと駄目だと」とその強い気持ちを持って、えー、その強い気持ちを持って、えー、選挙に出られたと元の記事の方が分かりやすいんで東スポの記事に戻りますドンでここで、えー、三崎氏が「当選してたら違うってことなんですか?」と質問堀江氏は「当選をするっていうことはすごく大事な話で俺やっぱり若かったし果敢なチャレンジをして亀井静香さんという日本でも有数のめっちゃ強い人にガチ勝負を挑んだわけ。 で会えなく敗退したんだけどもうちょっと弱いところで絶対に勝つ勝負をすべきだったと話した。でこれはトースポの方は一つのエピソードとして紹介してるんですけれどその前の選挙、えー、というかメートルが上がる前のお話の時にはこちらの時にはですねとにかく優勢民営化を成功させたいがために立ち上がったという話をしてるんですがその後、えー、こちらの方ではまあ 当時の自分の勢いだったら勝てるんじゃないかと思っていた。でもやっぱり勝てるところを選んどけばよかったねということなので、それ優勢民営化と違うじゃないのと。まあ、民生、優勢民営化を目指してなかったとは言わないんですけれど、ただそれが第一義ではなかったんじゃないですかという話。ここでもう話の辻褄が一個合わない。こう話したとき、これ堀江さんが言ってたことですよ。安倍晋三首相が言ってたことかどうかわからないです。堀江さんが言ってたことは、友人の結婚式であって、 ああ、お前と。いきなりお前と言って。あそこで当選しなかったから逮捕されたんだよと。と逮捕捕まったんだよと。と、まあ、こういうことをっおっしゃったというんですね。これもうちょっと辻褄が合わない。まあ、私は安倍首相と面識はないので、これも確定はできないんですけれど、安倍首相のまあ言うなれば、マナ弟子と言っても過言ではないかなというのが、萩生田光一自民党の現在政調会長さん。この萩生田光一さんが、あの、 おっしゃっていたのは、安倍さんというのは、必ずみんなさん付けだと。誰に対してもさん付けで呼ぶ。その安倍さんが、なんか僕だけは、萩生田くんだった。萩生田くんだった。かように、誰に対してもさん付けをして、くん付けをする安倍首相が、安倍元首相が、お前と、いきなり堀江さんを見つけて、堀江門さんを見つけて、お前と、言うかなっていう話。 だから、冗談だとすれば、いろんなついまがあります。冗談として盛り上げるために、お前って言われたぐらいの方がインパクトあるかなと思ったら、話、まーし、まーし、もりもりと、まーし、まーし、もりもりとするのは、まあ、あることはあるでしょうが、そしてですね、堀江さんと言いますと、こちら、稼ぐが勝ちという本を、一番ブイブイ言わせるときに出しております。後にですね、堀江さんというのは、人の心はお金で買える。 こうしたことを言ってない、おっしゃってないなんてことをね、なんかの番組で言っておりました。あるいはそれを公言されておりました。ちょっとですね、この著書の中からその箇所を確認してみますね。人の心は金で買えないというのも同様です。誤解を恐れずに言えば、えー、人の心はお金で買えるのです。かようにですね、あのー、 いや、いいんですよ。だから、そういういろんな考え方の人がいてもいいんですけれど、えー、結構話盛り気味にされる方っていうのが私のこのホリエさん票でございます。ライブドアの株主でございました。ライブドアの株主ですんでね、彼をずっと観察しておりました。面白いなと思って見ておりました。いろんな意味で。いろんな意味で。やはり、私の感想ではね、だけではちょっと弱いかなというところで、もう一度、えー、こちらの 逮捕の私物化という原点に戻ってみたいと思います。逮捕の私物化。えー、ライブドアに強制捜査が入ったとき、実はですね、こちらの私の書、えー、諸女作、楽天市場がなくなる日の書き出しの前書きのところ、そのタイミングで書き足しております。 入稿は明日に控えた。1月23日の午後8時。水戸公門でも見ようかと TBS にチャンネルを合わせると、堀江貴文容疑者逮捕との一報が飛び込んできました。メディアは大,しぎし大はしゃぎしています。えー、ということです。これが、西暦流2006年1月23日のことです。さて、逮捕を私物化できる。逮捕が私物化できる。それだけの絶対的な権力者まああ言うなれば総理大臣になったのはいつのことか。ウキペディア先生に尋ねてみました。 第一次安倍内閣は、ありまして、2006年、9月26日から、翌年まで続いた日本の内閣です。強制捜査が入るとかね、その不逮捕だとかどうのこうのとかって、いうのは、安倍、第一次安倍政権が生まれる前、生まれる半年以上前、9, 9ヶ月ぐらい前に強制捜査に入られてるわけですよ。で、さらに、さらにですよ、選挙に出てればとかね、えー、ということで、まあ、自民党からの出馬も噂されてたのは事実です。 事実ですせっかくなんでねこういうのはあのやっぱりちょっと立場の違う日本共産党の方に新聞アカウントの方に確認してみようかと思います。ライブドア強制捜査ということで昨年のこ,こちらです、ね、昨年の総裁選挙の総,総選挙の際武部幹事長ら党幹部が堀江氏に直接会って党校にも視野に出馬を打診したの8月15日金さえあれば何でもいいのかと党内の一部にあった異論を抑え え、堀江氏は、亀井静香元自民党政調会長の死却として、平成6から無所属で立候補、落選しました。で、この時にですね、この武部さん、堀江君は僕の息子です堀江君は僕の息子ですと言ったのは、武、えー、部さんです。武部さん。なので、自民党本部に招かれてたりとかしてますんで、で、そして、郵政解散選挙だったんで、知らない中ではないです。でしょう。だから、冗談。 冗談はおっしゃるかもしれません。っていうか、冗談として考えると、この、当選してなかったから逮捕されたんだよ。捕まったんだよっていうのは分かりやすい。で、さらにですね、これはちょっとあの、悲劇の引き倒しに思われるかもしれないんですけれど、ある意味、相手の聞かれたくないような、出所後すぐという話なんで、聞かれたくないことをあえて尋ねることによって、こちらから切り出すことによって、もっと踏み込むならば、ちょっと立場の上の人間が、 あえてそこをくすぐってあげることによって気が楽になるという、まあそうした人との付き合い方はあります。触れないというのも一つです。しかしそこであえて踏み込むことによって、えー、まあ場が和むというものがあります。まあ、こうしたことを踏まえるとやっぱりジョークとして受け取るのが一番わかりやすいんじゃないかなという気がしてなりません。ただそんな中ですね、やはり、えー、タレントで 精神科医の加山理香さんは、これをジョークだということをね、とても冗談には思えませんが、ということなんですが、私、これに、このようにお返事しておきました。スナップショットを探していますしぐさ。大丈夫だよ、加山さんえ。こちらのアカウントは乗っ取られていないから。え、乗っ取られてるって何でしょうか加山理香氏、乗っ取りは虚言か番組を降板。なんと、今からもう7年前のことです。 精神科医の加山理科氏が金曜パネリストを担当する生放送番組、虎ノ門ニュース8時入り。今の真相解離顔、虎ノ門ニュース、以前は虎ノ門ニュース8時入りという番組だったんですね。これスカパープレミアムで放送しておりました。で、こちらの番組の中で、えー、なんかですね、まあいろいろとありまして、ツイッターアカウント乗っ取られたとかっていうね、話をしていたという。まあ、こういうことをちょっとね、思い出してしまったときに、 まあ、いささか私とはこのジョークのの理解がが違ううかなという気がしてなりませんしかし今ちょっとね長めにいろいろとファクトを押さえていった時にまあ「ジョーク」なのか「ジョーク」じゃないのかまあ最終的には「あなた次第」といったところにはなります。